人にあだなすけだものどもはみんなまとめて面倒を見ます。今宵は野生の血が騒ぐ。ハイパーポリス、ここに参上。やめといた方がいいんじゃないの？平気平気、これぐらいでヘロヘロになる。ドズギジョジョリボゼッキー。だからお願い、もう一杯飲ましてやってよ。あと一杯だけ。さすがはバカリー先輩、分かってなさる。はい、これで終わりよ。はい。うめえ。またたびミルクでこんなになるなんて変なやっちゃな。またたびミルクにはまたたびが入ってるからね。それだけでこんなになるん？そう、猫族にとってはこれ以上ないような飲み物らしいんだよね。生ゴミにでも出した方がいいとちゃ。そういうわけにもいかんだろう。人殺し大嫌いだ。夏希、着いたぞ。そうですな、不発弾がスカート履いて歩き回ってるようなものですからね。はあ、これですな。これです、これです。なんやねん、あんたら。こら、人んちの庭で何とっとんのや。気持ち悪い。別にアンさんちやさかい、壊そうとどないしようとうちは一向に構わへんけど、隣に男が寝てるぐらいでブチブチ切れんじゃほしいわ。頭に響くからもうちょっと小さな声で。だいたい隣におるの誰やと思うてんねん。炭みたいでよくわからないけど。炭にしたんは夏希やろ。もしかしてバタネイ先輩？電
気バチバチの老伝娘をおぶって帰ろうなんちゅうことするアホなやつ、バータネン以外におるわけないやん。あら、どうしよう。電撃食らいながらやっと家まで送ってきたのに、横にぶっ倒れてただけでまたギャーやもんな。普通なら死ぬで。バータネン先輩、ごめんなさい。ふむむな、先輩、もうやけ起こしてまたたびミルクなんて飲まないから。夏樹、今の仕事大手ないんとちゃう？仕事辞めた方がええんとちゃうか？それは、その…賞金稼ぎ、嫌になったか？なんて答えたらいいんだろう。どんなに切れ味のいい剣だってよ、使いすぎたら研ぎ直すだろ。しばらく休めよ。無駄髪には俺から言っといてやるから。バタネン先輩。こらぁ、ぜしつこいガキやな。え、さすがにマッドポリスコーポレーションですね。僕らに流れてくるような情報は彼らは1ヶ月も前に仕入れてるそうですよ。勉強してんじゃねえか、トミー。またマッポリの連中に先越されて迷った。こんなところで油売ってる場合やないで。そっちこそパートナーがいなくなってからくし成績が上がらねえようだな。一人じゃ何かと不便だろう。滅多な奴に命預けられますかいな。夏樹のそばにおらんと魔力奪うチャンス減るやんか。おお、意外と夏樹を買ってんだな。バタネン班ほどやおまへんわ。そう言うたら以前夏樹をスカウトしたんバタネン班や言うてはったけど。まあな、あのぼーっと抜けた子のどこに素質を見出しはったん？初めて夏樹に会ってからもう1年になるかな。俺が吉祥寺で賞金首を追っている時だ。待ちなさいよ。30% オフか。どうしよっかな、買っちゃおうかな。もっとしまった。おっと、それ以上近づくんじゃねえぜ。その子は一般人だ。それ以上罪を重ねるな。その子離せ、懲役はつれぞ。どうだ、取引しようじゃねえか。取引だと？これ動く銃。お前さんが持ってるその銃でてめえのドタマ吹っ飛ばせばこの子の命は助けてやるって。何？どうした？一般人を助けたくないのか？断るとどうなる？このガキの首が転がるだけさ。わかったよ。ダメ！おい、クラン、おとなしくしねえかよ。こりゃ！こいつはぶったまげた。こんな人材が埋もれていたとは。おい君、よかったらうちの会社で働いてみねえか。ひょっとして痴漢かなんかと間違われてん？まあとにかくそんなわけで夏樹はバウンティーハンターになったってわけだよ。なるほど。で、バタネン、その時本気でドタマチャカで打とうとしたん？忘れちまったよ、そんな昔のことは。先輩、心配。そりゃそうと、あれから夏樹はどうしてる？ありゃあかん、もう使い物にならへんかもな。まあ、それもいいかもな。ボブ、ご飯欲しいの？自分で猫まんま作って食べて。猫まんまって何？誰？あたし、ミリー。ミリーちゃん？それで、私に何か用があるの？あたし、夏樹さんの大ファンなの。ほら見て、ぜーんぶあたしが撮ったの。すごいでしょ。ごめんね、私今そういう気分じゃないのよ。知ってるよ、休んでるんでしょ。きっとこれから大きい仕事があるんで今は
違うのよ。どうして私に嘘をつくの？あのね、ミリちゃん。あ、これこれ！来い、悪い魔物め！あのバウンティーハンター、ミリが許せない！ミリちゃん、危ないからやめ！もう！やあ！あのね！すごいすごいすごい！今日から私、夏希さんの弟子になりまーす！どうする、ボブ？今帰ったで。あ、誰なの？さくらさん、おかえり。あ、今朝方のぞき見してたガキやないか。何しとるんや。リー、あなたには答えたくありません。何やと、芝居だるか。お師匠様助けて。なんや、お師匠様って。そんなこともわからないの？今日から私はポリスカンパニー一番のバウンティーハンター、夏希さんに弟子入りしたのよ。ほんまか、夏希。ミリちゃんが勝手に言ってるだけよ。のんきなやっちゃな。今日はミリちゃんが作ってくれたのよ。お師匠様、そっちはキツネ丼のね。キツネ丼とはなんや。それなんでうちのがこんなにちょっとで、夏希のが餃子あるんや。イソーロは黙って食べればいいのよ。いちいちムカつく。だいたいガキがこんな時間まで外におってええんか。そうそう、食事が済んだら送ってってあげるからね。私、お家ないの。え？小さい時にパパもママも魔物にやられちゃって。あ、そうだったの。なんか嘘くさい話やね。さくらさん、いいのよ、師匠様。どうせキツネ丼には分かりっこないんだから。せやから、そのキツネ丼はやめっつうのや。また旅の効果は抜群やな。これで邪魔者はおらんようになったし、今夜こそ夏希の魔力をいただくで。このままやと夏希の魔力が落ちよるかもしれん。早いとこ頂戴しとかなあかん。直したろう思って、な、今度こそ、また旅はもうしなきれや。もういい加減にしやし。今夜のところはこれくらい。あれ、さっきまでさくらさんがいたような。なんか仕事がないとダラダラしちゃうな。見て見て、お師匠様。お師匠様と同じでしょ。どうしたのそれ、本物の毛みたいだけど。秘密秘密。何よ。ボブ、ミリちゃん、ボブがかわいそうじゃない。私、お師匠様と同じような長い尻尾が欲しかったんだもん。ねえ、お師匠様、いつからお仕事するの？だから、今は休暇を取ってるのよ。きっと、大きな仕事がもうすぐ始まるのね。私にも手伝わせて。ミリちゃん、違うったら。そうだ、このチャンスに特訓してもらおうかな。私、格闘技には強いの。習ってるの？ううん、テレビで見てるだけ。あ、そう。私、絶対お師匠様みたいなバウンティーハンターになってみせる。はい、じゃあこの委任状に保護者の判を押して。ふやん。困るよ。
猫が保護者なんてことが分かったら私の首が飛んじゃうよ。ボブはね、20年以上も生きていて、私の親代わりなの。まあいいでしょう。頑張れよ、新入り。はい、私、バドネ先輩みたいな立派なバウンティーハンターになってみせます。はぁ、たった1年前のことなのに、ずいぶん昔のような気がする。家の中ばっかりだとキノコが生えちゃう。お師匠様、外に出ましょうよ。お師匠様、夕食は何にします？そうね、あれなんかだ。え、そんなことするとただじゃおかないわよ。あ、果物を食べたいならちゃんと買いなさいよ。お嬢ちゃん、危ないから向こうに行ってた方がいいよ。平気平気、私にはお師匠様がついてるもん。ミルちゃん、お師匠様、早くあいつをやっつけちゃって。ダメよ、私は今仕事を休んでるんだもん。そんなの関係ないでしょ。今よ。なんでやっつけないの？どうして、どうして逃げるの？戦いたくないの。え？私にはバウンティーハンターの仕事なんて向いてないのよ。嘘、嘘よ。それ、私の。これで戦って。かっこいい仕事じゃないのよ。もうやめたの。もう嫌なのよ。お師匠様の弱虫。ミリちゃん。同じじゃねえ。バトネ先輩、お前は自分で魔物を倒す力を持っていた。だがあの子は、ほらよ、夏希には弱い者を救う力がある。信じろよ自分を。バトネ先輩、その子には捜索願いが出てるぜ。何でも大金持ちのご令嬢だとさ。あれはパパよ。え？ああ面白かった。私一遍ハンターの仕事してみたかったの。でも一度でゴリゴリ。さっきね、パパに電話したの。こんなに早く来るなんてよっぽど心配してたのね。あ、でも自分で電話しちゃったから賞金もらえないね。ごめんなさい。もう大丈夫みてえだな。
よう、今夜俺のおごりでパーッと行くか。聞いたで。確かに聞きましたね。うちを置いて二人で行くとは、ええ根性しとるな。分かった。三人でパーッと行きゃいいんだろ。三人で。さすがだったね。はん、あいうち手温めたいな。私やっぱりお仕事続けてみる。待って。ですな、不発弾がスカート履いて歩き回ってるようなものですからね。はあ、これですな。これです。なんやねあんたら。こら、人んちの庭で何撮っとんのや。だからお願い、もう一杯飲ましてやってよ。あと一杯だけ。さすがはバカリー先輩、分かってなさる。はい、これで終わりよ。はい。またたびミルクでこんなになるなんて変なやっちな。またたびミルクにはまたたびが入ってるからね。それだけでこんなになるん？そう、猫族にとってはこれ。もうやめといた方がいいんじゃないの。以上ないような飲み物らしいんだよね。漏電しとるわ。
生ゴミにでも出した方がいいとちゃ。そういうわけにもいかんだろう。人殺し大嫌いだ。夏希、着いたぞ。人にあだなすけだものどもはみんなまとめて面倒を見ます。今宵は野生の血が騒ぐ。ハイパーポリス、ここに参上。